話し会？え、再犯？再犯してるの？そうなの？自宅なの？え、自宅だよ。そうだよ。そうなの？再犯してるの？知らなかった。そうなの？あ、パネ、あ、そうそう、パネルがね、そう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 、なんかいつもさ、シングル発売されたら、パネルがね、こう結構大きめなんですけど、ショールームの画面ぐらい。パネルが、そう。そう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 。出るんですけど、今回も。しかも2種類あってですね、今回。息をする心のジャケットと同じようなやつと、あと、PR 舞台の衣装のパネル。そう、2種類今回ありましてですね。綺麗、ありがとう。そうなのよ。ぜひ、ゲットしてください。嬉しい、なんか2種類もあるなんて。そうなの。2種類？私はね、毎回もらえる。そう。でも、私、ね、全部ね、お母さんにあげちゃうんだよね。そう、家に飾ってもらう。自分のはね、自分の部屋には飾ったりはしないんですけど。そうなんだ。わ、桜タワーもらった。ミッキーさん。ありがとう。ありがとう。桜。ありがとう。ちょっと待って。あ、持ってくるわ。よいしょと。ちょっと待っててねー。よいしょ。帰ってきた。これ座布団 座布団です。ただいま。ミッキーさん、ミッキー実家だ。いや、実家じゃないんですよ、これ。実は私の家なんです。広島で住んでる家です。そうなんです。待って、難しいな、桜のタワー。ソファー？そう、ソファーです。そうなんです。リビングっていうんですかね。なんかね、ここでね、さっきからね、家帰ってね、ずっとね、ご飯食べようか迷うよってね。食べてないんよ、まだ。もうめっちゃお腹空いて、しかも今日ね、まだね、ご飯を食べてないんですよ、実は。え？そう、食べてないんですよ。朝も昼も夜も実は食べてなくて、さ、朝と昼は普通に何も考えてなくって、食べるの。食べ、あ、食べてなかったわーとか思って、え、やばいわーと思って。で、夜、もう今食べてない。今日、だから、あ、めっちゃついちゃった。一個も食べてないよ、ご飯。で、家帰って、なんだっけ、ミックスジュース作ったんよ、一人で。で、それを飲みよって、
何食べようかなって思うよ。結局なんか食べるものを迷いすぎて食べんかったよ。まだ食べてない。うわー、お腹すいすいくはずだ。いや、お腹空いてるよ。全然全然グラビア撮影、いや全然一個もそんな予定ない。予定あってほしいけどないよ今のところ。いや我慢してるとかじゃなくて、なんかうわどうしよう何食べようかなって思ったらこんなに時間が経ってた。でね、なんかラーメン食べたくって、もうねラーメンをなんか明日食べたらむくむかなとか考えよったら、うわーどうしよう食べたいラーメンってなってた。いやね、その太るとかじゃなくてむくみがね、そうなんですよ。ミックスジュース何ミックスするの？なんか私のいつもよく飲むミックスジュースはバナナと豆乳と蜂蜜と氷、まあ、氷を最後入れてミキサーにかけて飲むんですけど、それがめちゃくちゃ好きで、うん、美味しい。ミックスジュースじゃない、バナナジュース、バナナ豆乳ジュース本当に大好き、美味しいの。ちょっと待って、豆乳、そう豆乳飲んで、なんかなんとなく体に良さそうだなっていう理由で 無調整の豆乳飲んでる。待って、もうかける。なんかね、ショールームで息をする心が多分もう入ってるっぽいの。でそれね、歌いたくって、どうなんかもうマジでね、なんかもうちょっと言っていいですか、もうなんか自分のカラオケ欲を満たすためにちょっと歌いたいんですよね。でもなんかうわーなんか歌えないみたいな時はないですか？でもちょっと皆さんにその練習とかなんていうんですか、もう聞かせられるような歌じゃないかもしれないんですけど、そう、じゃあミッキーさんありがとうございます。ちょっとボロボロだったら申し訳ない。これちょっと遠い、じゃん、ありがとうミッキーさん。ありがとう、ありがとう。歌ってなんかね、早くない、入るの早いよね、カラオケに入るの。じゃあありがとうミッキーさん。なんかううみたいな音して、待ってこれ完全にゼロになってなかった、テレビの音がね入っちゃダメですから。入るの早いなんてこと。でも笑顔のチャンスは入ってなかった、調べたんだよね。笑顔のチャンス、私みんなのパート歌えんかもしれん、練習せんと。結構早い歌う、その何ですか、早いっぱい歌詞が詰まってる感じする。絡まってんな、うわ最悪だ。2023年の目標はイヤホンを絡ませないようにだったのに、困った。じゃーん、じゃーん、
待って。緊張してきた。姿勢よく歌いたいんよね。そしたら、吸って吐いて。ちょっと待って、充電何パーだろう。あ、いけるわ。大丈夫やわ。シードサム？これ。はい、しょ。かわいっしょ。ブランケットなの。最初はわしらが歌ったろか。え、どういうこと？みんなが歌ってくれるの？江戸サム？え、違うよ。ここ隠れてるけど、タキシード。見てこれ、おいちゃん with おいちゃん。おいちゃん飾っとこう。かわいい。カキフライの妖精なの。カラオケ息をする。うわ、歌えるかな。緊張してくる。うわ、息をする。5分5秒。長いんですよ。ちょっとなんでかっていうと、多分 A メロが2回あるからですかね。 AB なんかね、1番も2番もね、 A メロが2回あるんですよね。フルサイズで5分ある。そうなの。コールはあんま決まってない。転調ある。転調もある。1番からね、なんか壮大感すごいよね。それでは歌ってみましょう。ドゥーンドゥーン、ありがとう。え、緊張してきた。いきまーす。あー、あれ、真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いて、好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの
べきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になれば、もう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ、呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のまま好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。息をする心。俺もって言ってる人がいる。俺も。音符ありがとう。最高です。ありがとう。いいね。満たされましたか？カラオケ曲満たされた。あ、誰にも一生忘れない、空の色があるらしい。これも歌いたい。いくつもの青やいくつもの赤があるって、この目で見て知ったよ。だから今でも時々思い浮かべる。知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない。このまま進もう、悲しみとはきっかけ。ああ笑顔になれるチャンスさ。はい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 、チャラチャンチャチャンチャンチャン、はい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 、チャラチャラチャチャン。ないの？あ、なかった。入ってないんですよ。そうなんです。そう、この曲ね、大好き。振り付け助かる。こうなの。
ティーズ新しい曲、え、どうだろう、ちょっと待って見てみようか。でもね、STU って調べて、息をする心が STU の欄にね、なくってね、 STU っていう括りで調べられるんだけどね、うん、ちょっとないかも。STU って調べて、うん、最新、そうなんだよね、そうなんだよ、そうなんだよ、曲名で調べたら出てくる。さくら、ありがとう。ポニーテール、ポニーテールをほどいた君を見たよ。 J メロ出る？え、 J メロ出ます。 J メロは2曲歌わせていただいて、しかもどちらもフルで歌わせていただいたんですよ。そうなので、ぜひ見てください。花は誰のもののフルと、息をする心のフル、2曲もフルサイズで歌わせていただけて、そうなんですよ、今夜、今日ぜひ、そうそう、フルで2曲も歌わせていただけるのが、そう、まさかですよね。録画ぜひ、そう、 NHK さん、 BS で、イントロ長いやつ、そうそうそう、ちょ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 んちょんちょ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 んちょちょちょ、なんか伝わらんな、このちょ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 ちゃんちゃん言っても、なにこれ、わ、わお、わお、ありがとう、すごい、わおっていうギフトがある。他の曲って入ってんのかな、笑顔のチャンスは入ってなかったんでしょ、自然淘汰主義、あとはなんだっけ、ショールーム選抜みたいな曲入ったよね、あの今日めっちゃ聞いたんよ、今日アザージャケットサイン会やったっけな、私ね、そうそうそう、神様も呆れるくらいに、そう、歌えんけど調べてみよう、入っとんかな、入ってなかった、今後期待ですね、カップリング曲は。31分だ、交渉してくる、みんなリクエストして、なんかリクエストできるところがなかったっけ、じゃあなんか歌おう、何にしよっかな、え、歌おう、私ね、あれ歌おうと思います。なんだと思う、絶対当たる人おらん、あれ出るかな、
かったわ。運命を味方に並び出そう。ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい神様に感謝する。偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる。私のハートが盗まれた。きっと人どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ。Oh my god。ビンゴ予想した人いた？なかったでしょ。見なかったでしょ。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ねえ、なんかそう懐かしくなった。ビンゴビンゴビンゴだよー。グレート、ありがとう。予想できんかったでしょう。ヒット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 はね、確かこうだったはず。ビンゴがこうで、ヒットがこう、振りがなんかね。盗まれた。君はメロディー、君はメロディー、メロディー、懐かしいハモ、ハモニー、ハモニー。この間、そうだ、サムネイル公演、チーム4さんのサムネイル公演で、そうそうそう、歌ってた。フルサイズね。そうそう、めっちゃ良かった。ハモニー、ハモニー。
君ちょっと待って、検索結果出てこ、ちょっと待って、野菜、え、何、野菜シスターズってこと？野菜シスターズ最近やってないんや。四国、四国といえば野菜シスターズやったのに。え、待って、全然検索結果出てこん。あん、なんだと？ おかしいな。今ね、AKB さんとか見てる。いいね、思い出のほとんどとかいいね。君、君はメロディー、メロディー。君、あった。日差しは変わって人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のテーマリソン、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時も越え、君はメロディー、メロディー、懐かしいハーモニー、ハーモニー、好きだよと言えず抑えて。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック、偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来眠って
君はメロディー、君はメロディーでした。ありがとう。ちょっと待って、46か。だからいいね、ありがとう。10年桜、やばい、桜シーズン、そうじゃん、10年桜。で、私なんか10年桜ね、一番最初にね、総選挙で歌った曲だからね、総選挙を思い出すんだよね。ごめん、一回止まったかも。見えてる？どこかで桜の花びらが肌りと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけど、そんなに泣かないで、僕は忘れない。10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。今よりももっと
久しぶりに歌ったこの曲、10年桜やばーい、うわーうわー、髪の毛が逆立ちそうだ、うわー、わかる、エモいよね。なんかね、そうやばいって気持ちになる。ちょっと待って待って、いいよ。ラストいけるかな。ラストいけそう。何しよう。ちょっと、桜の木になろうもいいし、桜みんなで食べた、HKT さん、ジワルデイズいいよね。ララ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 ラ、いっぱい歌いたいのある。ちょっと時間なくなる、これやばい。ジワルデイズ私歌えるんかな、ちょっとあんまり歌えんかもしれんけど、ジワルデイズ、ちょっと待って出てこん、ジワルデイズ懐かしい。ちょっと歌えん、あんま歌えんかったらごめん。本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない、見つめ合うほどに切なくなるんだ、不意に思い出がじわるで、まだ冷たい風の中で桜のつぼみを見つけたとき、僕たちの別れの春がそこまで来たと知った、悲しみを乗り越えて、人は優しさのその意味に気づくんだ、君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる、だから心配しなくたっていいんだよ、自分の夢をやっと見つけたんだろう、勇気を出して踏み出すんだ、君がいないのは寂しいけど、さていつの日か会おう、 Love you I said goodbye my darling。 おー、駅へと続く坂道を何度二人で歩いただろう、
桜の花が散ったって、一言でしか語った、昨日とは違う道を聞いてみたいって思ってたんだろう。君が一人きり悩んでいたことを随分前から分かってた。自分で答えを出さなくちゃダメだ。だから何も気づかぬふりしてた。新しい人生決心したなら、僕は微笑んで見送ろう。あの日の出会いに悔いはない。 Thank you 今日までありがとう。君が幸せになればいいって分かってはいるのに、見慣れた切なくじわじわにじむ、yeah、 君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど、Someday いつの日か会おう。 Love youBye my dearest。 ちょいちょいちょっとふわりとメロディ違ったかも。ありがとうございます。やばい、男女呼ばないと。南波の久人さん、みやびさん、あおさん、あ、待って、男女変わった。元町さん、ボンちゃんさん、熊根パパさん、浅香さん、水軍さん、まつげのお告げさん、ミッキーさん、福太郎さん、まっぼぼ、ポクレンパサランさん、きなぺこさん、ピロミンさん、シーサーさん、あおさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな私のカラオケに付き合ってくれてありがとう。おやすみなさいませ。また明日は私は宇和島に行くので、宇和島で会いましょうバイバイ、またね、おやすみ。ありがとうみんな、おやすみ。お腹すいた、やばいおやすみ、またね、また明日。よ